植物とは、生物区分の一つ。日常語としての、植物と生物学用語としての、植物はその示す範囲が異なるが、日常語としては、草焼きなどのように、目があって、場所が固定されて生きているような生物のことで、動物と対比させられた、生物区分である。それに対し生物学では、科学的知見が増えるにつれ、植物という語が指し示す範囲は、 歴史的に変遷してきた。植物を分類群としては認めなかったり、別の名前を採用し、植物はシノニムとしたりする動きもある。分類群としての名称は植物界となる。2012年現在は陸上植物を含む単系統群として植物を定義するが、どの単系統を選ぶかにより、複数の定義が並立している。 狭い定義では、陸上植物の実を植物として認めるが、より広い定義では、緑色植物全体を植物としたり、飽色植物、灰色植物をも植物に含めたりする。一方、二解説内し五解説のような、古い分類では、植物とみなされていた、菌類、滑走、あるいは光合成原生動物は、系統が異なるため、2012年現在は、 生物分類学上は植物とみなされていない。なお、生態学的にはこの限りではない。例えば光合成を行うアカメや形相は生態学的には植物扱いである。本節では2012年現在における植物の複数の定義とそれらの定義が提案されるに至った背景を説明する。ユーリオプスのデイジー。かつて 植物という単語は、広く光合成をする、生物一般、すなわち光合成生物全般を指していたが、生物に関する科学的知見が深まるにつれ、この素朴な定義は大きく修正されることになった。その理由は、主に三つある。第一の理由として、生物全体が、細菌、古細菌、 新核生物の三つのドメインに分かれることが分子系統解析により分かったことが挙げられる。これは細菌に属する光合成細菌は新核生物である陸上植物とは異なる系統であることを意味する。したがって陸上植物を含む単系統群として植物を定義するのであれば植物を新核生物に属するものに限定しなければならない。 第2の理由は、深核生物がいくつかのスーパーグループに分類できることが分子系統解析により分かったことである。この分類に、深核光合成生物を当てはめてみると、下記のように多系統であることが分かる。第3の理由は、葉緑体の起源が分かったことである。深核光合成生物は、シアノバクテリアに類似した。 幻覚生物を新核生物が取り込んだことにより誕生した。そしてこのようにして誕生した新核光合成生物をさらに別の新核生物が取り込むことで新たな新核光合成生物も誕生した。二次共生は生物の歴史で何度も起こったことが知られており、これが新核生物の様々なスーパーグループに光り合成生物が属している理由である。 それに対し、一次共生が起こり二次共生が起こっていない生物群はスーパーグループのアーケプラスチダと一致することが知られている。したがって何をもって植物と呼ぶべきかという問いに対する一つの答えはアーケプラスチダに属することということになる。2012年現在提案されている植物の定義の多くはアーケプラスチダもしくはそこに属する。 単系統部分群である。この他、非主流の系統仮説をもとに、アーケプラスチダより広い範囲を、超植物界とする提案がされたこともあるが、有力な説となってはいない。アーケプラスチダの系統樹は、以下のようになる。2012年現在、植物界の定義として、以下のものがある。植物という語には、現代でもアリストテレスが意図したような、 動かない生物が植物という意味合いがあり、植物状態という表現もある。動物の中にも植物的な性質を認める植物性器官植物局などの語がある。生物学のうち植物を研究対象とする分野を植物学と呼ぶ。これは本来は分類学的な植物を研究対象とするものではない。具体的には、 陸上植物及びすべての草類を対象とする。植物の学名の命名規約は以前は国際植物命名規約であったが、これも正確に訳せば国際植物学命名規約で分類学的な植物ではなく植物学の対象を指していた。現在は国際草類、菌類、植物命名規約となって植物学の後はなくなった。 アリストテレスは植物を代謝と生殖はするが移動せず感覚はないものと定義した。代謝と生殖をしないものは無生物であり移動し感覚のあるものは動物である。ただしこれは輪廻以来の近代的な分類学のように生物を分類群に カテゴライズするのとは異なり、無生物から生物を経て人間へ至る自然の連続の中に区切りを設けたものである。例えば海面などは植物と動物の中間的な生物と考えられた。植物系統図の一例カール・フォンリンではすべての生物をベシタブリア・ベジタビリア海と動物アニマリア海に分けた。これが二解説である。当時の植物には 現在は植物に含められない滑走や新菌類を含んでいた。ただし、微生物についてはまだ、ほとんど知られていなかった。微生物が発見されてくると、次のような植物的特徴を多く持つものは植物に、そうではないものは動物に分類された。こうして拡大してきた植物には、現在から見れば、次のような雑多な生物が含まれていた。 しかし、これらのうち一部しか当てはまらない生物が多いことが認識されてくると、に解説を捨て新たな境を作る動きが現れた。まず1860年、ジョン・ホッグが微生物など原始的な生物をプリミジーナムにまとめ、1866年にはエルンスト・ヘッケルがそのグループに原生生物プロチスタ界と命名した。これにより、微生物や菌は、 植物から外された。また、ヘッケルは同時に、現在の植物プランテイという名を命名した。ただし後に、新菌は、かつては、光合成をしていたが光合成能力を失ったとして、再び植物に戻された。1937年にはバークリーが、植物種の下半を占める菌類がクロロフィルを描いている、点を重視して、動物、菌類。 植物に分ける三階説を提唱した。ついで1969年、ロバートホイ・タッカーが五階説を唱え、光合成をする高等生物を植物と位置づけた。表面栄養摂取をする高等生物、つまり真菌は、近海として独立した。この段階では、卵巣類を含めた光合成生物が一つの、 系統的なまとまりを形成するという考えは案に認められていた。しかし、分子遺伝学的情報が利用可能になったこと、原生生物核群の研究、特に微細構造の解明が進んだことから、光合成生物の単系統性は疑わしくなってきた。また、1967年、リン・マーギュリスの細胞内共生説は、 同じ葉緑層を持っているからといって、同系統とは言えないことを示した。例えば、緑虫類は、緑層類と同じ光合成色素を持っている。したがって、系統上は近いものと考えることができた。しかし、近年の考えでは、これは全く系統の異なった、原生生物が緑層類を取り込み、自らの葉緑体としたものだと考えられている。つまり、 光合成能力は、その生物の系統とは関係なく得られると考えられる。したがって、現代では、藻類というまとまりに分類学的意味を見出すことは、できなくなってしまった。これを受け植物界の範囲はさらに限定的なものへと変化していく。1981年、マーギュリスは5解説を修正し、陸上植物を植物界とした。 これはよくまとまった群ではあるが、その際に植物から外してしまった緑草植物なども当然系統関係は考えられる。実際、その後そのような関係は認められ、彼女の説は行き過ぎとの批判も出てきた。同じ1981年、トーマス・キャバリエ・スミスは8回説を唱えた。緑色植物と紅色植物と灰色植物は、 葉緑体の唯一の一時共生を起こした生物を共通祖先とする単系統であるとして、これを植物界とした。ただしこの単系統性には疑問があるなどの理由で新しい植物界の定義はあまり広まらなかった。一方、それまで植物に含まれていたが別系統である滑走などは単細胞藻類の大部分やいくつかの 原生動物と共にクロミスタ・クレミスタ界として独立させた。2005年にはアドルラによってキャバリエ・スミスの植物界がアーケプラスチだと命名され、この故障が専門分野では一般的となる。アドルラは全く新しい枠組みで生物界全体を見直すことを意図し、境など輪廻式の階級を使わなかったが輪廻式の階級システムでは アーケプラスチダを境とすることが多い。現在の普及度から言うと、マーギュリスのものが最も一般的であると思われるが、一方で、生物界全体から見ると、陸上植物は、境としてはあまりにも、小さすぎるという面もある。英語版ウィキペディアでは、陸上植物よりも広範囲となる、緑色植物を、植物界として採用している。また、 アーケプラスチダの単系統制が確実になるにつれ、これを植物界とするような流れも再燃している。人と植物の関係は実に多様である。人間と植物の関係は、生物学でいう食物連鎖上の消費者と生産者の関係にとどまらず、人は植物を原料や材料として利用したり、干渉するなど、文化や心の豊かさのためにも用いている。 人間以外にも、砂等を作る材料として、植物を利用している生物がいるが、人間の植物の利用の仕方の方が、はるかに多様である。人間と植物の関係をいくつか挙げると、人間生活のための利用。ありがとうございます。